フォルカーク FC は、スコットランド中部の都市フォルカークを本拠地とする、サッカークラブである、スコティッシュリーグ1に所属している。1876年に創設された当初はしばらく、固定したホームスタジアムがなく、数多くのスタジアムで試合を行っていたが、1885年にホームスタジアム、ブロックビルパークが完成した。1990年代前半は、 プレミアリーグ昇格と降格を繰り返した。2002から2003シーズンはフットボールリーグ一部で1位となったものの、老朽化したブロックビルパークがプレミアリーグの基準を満たしていなかったため昇格を見送られた。2004年に新スタジアム、フォルカークスタジアムが完成。2004から2005シーズンに1位となり、プレミアリーグに昇格した。 2006から2007シーズンは7位で終わったが、ホームでセルティック、レンジャーズの2強チームを破っている。クラブのシンボルは狐であり、実際にフェルグスという名前の狐をマスコットに採用している。2009年秋にフェルグスがいなくなる出来事があったが、フォルカークの南東にあるロージアン地区で保護された。なし、ありがとうございます。